ははいみなさんこんこにちは今回は世界がこんな風になってしまう前に行きました、えー、阪門店韓国の半門店を紹介したいと思いますちょうど日韓関係が最悪の時に行きましたので、えー、日本人のお客さんがかなり減っていましたガイドさんによると日に1人の時もあったそうです えとこれは日本語、英語、韓国語の、えー、表記です、えーと。韓国語では、えー、パンムンジョムですね、英語でも。えー、でも、えー、日本語読みでもう最後まで半問点で通しますので。えー、とでは、簡単に歴史的な背景を説明します。まず、1945年、昭和20年に日本が敗戦により撤退します。それまでは日本領でした。 日本の後、アメリカとソ連に占領されます1948年、ソ連占領下で北朝鮮アメリカ占領下で韓国が成立しますその境目が北緯38度ですちなみにソ連というのは今のロシアですそれで二つの国が共存していけばいいのですが1950年、北朝鮮が 南下を始めます韓国軍をプサンまで追い詰めてしまいます一方アメリカを中心とした国連軍がインチョンあのインチョン空港のインチョンですインチョンに上陸して、えー、北朝鮮に対して反撃に出ますするとそれに対して今度は中国が義勇軍ボランティアです、えー、中国の軍隊を 出すのはさすがにまずいと思ったのかアメリカとも,も揉めたくないと思ったのかボランティアという建前で、えー、この戦争に中国が介入してきますこんな感じで一進一退を続けているうちに戦線は膠着しついに1953年半門天にて休戦協定が結ばれますはいということで、えー、まとめます 韓国と北朝鮮は、えー、まだ戦争中、あくまでも休戦であって戦争は終わっていません、えー。故に両国には国境線はありません。あるのは軍事境界線です。半、えー、門点が両国の唯一の接点、えー、東西冷戦の最前線です。東西冷戦は、ベルリンの壁崩壊やソ連の崩壊で終わったわけではなく、 まだここ、半門店で続いています。はい、ということで、えー、関空、関西国際空港からのフライト、えー、いろいろありますけども、ピーチが一番お得かと思います。だいたい1時間半ぐらいです。何の機内サービスもありませんが、1時間半ぐらいでしたら十分です。インチョン国際空港に、えー、到着します。ちなみにこの画像は、この映像は、 グ、えーグルマップではありませんはいインチョン国際空港ですそこから、えー、鉄道 A レックスに乗ってソウルまで行きます大体4 5 0分ぐらいです半門店ツアーは朝早くからありますので前の日からソウル市内に入っておいてください当日の朝 飛行機に乗っていくのはまず無理だと思いますというわけであっという間にソウル駅到着です はいというわけで、えー、阪門店に到着しました、えー、っとこの説明書きの通り、えー、下側が韓国側の自由の家上が北朝鮮側の阪門閣でその間にある青い建物が、えー、会議場ですこの会議場の真ん中が軍事境界線ですちょうどこの文字列のように、えー、軍事境界線が走っています えー、ツアーは、えー、朝一でここに来るわけではなくて途中北朝鮮の掘ったトンネルに寄ったりとかお昼ご飯を食べたりして、えー、それからやってきます。あらかじめ、えー、朝鮮戦争に関する、えー、ビデオを見て、えー、勉強したり、えー、もし見学,見学中に怪我したりとか死んだりしても文句言いませんという書類に、えー、サインをしてから、えー、ここに来ます。 この下側の自由の家から見学をしますその時の写真はまた後でお見せします服装については決まりがありまして基本北朝鮮を刺激しないということで昔はアメリカの象徴という意味でジーパンもアウトだったらしいです私が参加したツアーでは若い人がジャンパーになんかアメリカの国旗が ワッペンが縫い付けてありましてそれがちょっと問題になりまして結局リバーシブルでひっくり返してきてことなきを得ましたとにかくあの服装は北朝鮮を刺激しないということであと、えー、指を刺したりしないというのもうるさく言われます私もついついポケットに手を入れてて出して指を差し掛けてガイドさんにダメですって止められたことがあります危うく国際問題になりかけました えとトランプ大統領と金正恩氏が出会ったのがここですねはっきり言ってもう完全に観光地になってますでもいかにも軍事の最前線らしいピリピリした雰囲気がありますので、えー、軍事政治歴史好きの人には、えー、たまらないところだと思います、えー、ぜひ海外に行けるようになったらえー 海外旅行の行き先として広報、えー、に挙げてみてはどうでしょうかあとこれは当たり前の話なんですが絶対にパスポートは忘れないでください、えー、パスポートを忘れたら、えー、ツアーに参加できません当日朝パスポートの提示を求められますバスの中でも何回も見せるように言われます はい。ということで、えー、当時は、えー、YouTube をやるとは思ってなかったので、数枚の写真しかありませんが、えー、見てください、えー。これは会議場の中の写真です、えー。このテーブルにマイクがありますけども、マイクのコード、わかりますでしょうか、えー、このマイクのコードが、えー、軍事境界線だと思ってください。この中を行き来するのは、えー、見学者が え行き来して北朝鮮に入ったり韓国に戻ったりするのは許されていますここに来た人はえ北朝鮮に入国手続きはなしで入国したことになりますこれも会議場の中です この、えー、これは会議場の中から、えー、外を写真に撮ったものなんですが、このコンクリートの敷居が、えー、軍事境界線で、砂利の方が韓国で、土の方が北朝鮮です。ここを行き来すると、皆さん北朝鮮に入国したとか言って、ガイドさんが一人で喜んでいました。確か、トランプさんと金正恩氏がここで、 握手したような記憶があります常に、えー、兵士が睨、えー、みを聞かせていますこれは、えー、自由の家から、えー、北側を見たものですこの、えー、真ん中にある青い建物水色の建物が、えー、先ほどの会議場です北朝鮮側の兵士が立っているかと思ったんですが北朝鮮側は その時は誰もいないなと思っていたのですが、写真をちょっと拡大しますが。いました。こっちをかあのじーっと見ています。あの手を振ったりとか、あの指を刺したりとか、相手を刺激するようなことをすると、向こうが宣伝に使いますので気をつけてください。 これが、えー、帰らざる橋です、えー、帰りがけに、えー、写真に撮りましたガイドさんがここで写真撮ってくださいとか言いますのでえっ、ー、と朝鮮戦争中に捕虜の交換がここで行われましたここで捕虜が北か南か選んでもうその後は二度と戻ることができないので帰らざる橋と言いますそれではご視聴ありがとうございました